はい、こんにちは。こんにちは。レンタカーなしで今までで比較とやるところで、本日はこちら中標津空港の方に来ております。羽田から到着の時間を想定して、今から2泊3日で中標津付近をね、レンタカーなしで回っていきたいというふうに思います。教授、中標津といえば牛乳。いえ、美味しいもんね中標津牛乳ね。まあ、別海もね多分行くと思うんですけど、人口より牛の方が多いとかってね言われてる場所なんで、まあそういった乳製品ちょっとね今日は重き置いて行ってみようかなというふうに思います。はい、ってことはいっぱい社長食べるの？食べます。飲むの？飲みます。出た、2泊3日行ってみたいと思います。はい、お願いします。牛乳で乾杯。早速ラフドだね。じゃあ実際に行くのが、この別海プラト前、別海高校前というところに行くんで、そこまでの乗車券買っていきます。帰るところ出口から目の前なんですごい分かりやすいところにありますん でこちらで買っていきます。はい、これですね、こちらのね出てすぐのところのこの分かりやすい根室行き別海経由って書いてるんでね、すごい分かりやすい。こちらのバスに乗っていきます。空港線の根室行き、空港内の到着出口正面にございます券売機で乗車券をご購入。はい、買いました、はい、の上、ご乗車しお好きな席に着席してお待ちください。出発前に乗務員が乗車券を回収いたしますなんで、席に座ってて、はい、たら乗務員が回収しに来ると、その時でほいってこれを渡すと、いろいろね到着時刻に合わせて、まあまあまああるのかな、こんな感じで今日はねこの14時25分で行きます。プラト前到着です。はい、こちらね今乗ってきましたよっていうようなところですね。これでしょ、これこの時間で次乗り継ぎが、ね、はい、お台島までこれで行きます。はい、あと40分ぐらいあるからね、ソフトクリーム、はい、ね、食べに行きますか。プラト出てすぐねカフェありますね、うん、で時間ちゃんとねしっかりと時間までね楽しめるんじゃないですかね。自家焙煎コーヒー&パンケーキ。ありがとうございます。すごい美味しそう、早速食べてみましょう。いただきます。あ、うん、すごい滑らか、超あ濃厚じゃないこれ、すげえ美味しい。しかもねこれなんか甘さがなんか控えめって感じする、すごいうまい。口のこの食感が滑らか、いい感じ。こんにちは。どうもありがとうございました。気をつけて。古民家東
東公民館到着しましたんで1時間5分ぐらいの、はい、まあまあちょうどよかったんじゃないですかね。じゃあこれで次は宇多瀬屋まで、今日の宿ね宇多瀬屋というところなんでそこまで歩いていきます。はい、この宿まで何分かかるか。到着です、宇多瀬屋さん。東公民館から歩いて、まあ、10分かからないぐらいかな、ね、で全部とりあえず下り坂だったで歩きやすかった。じゃあ早速中の方入りましょう。はい、こんにちは。いやいやもう素晴らしい、すごい、なんかね一品品全部手作りだっていうね。はい、これ見てこれでかくない、これ手のひらサイズ大きい、でかと思いながら。シマエビ、はい、しね、これを食べていきましょう。はい、いただきます。これね、うまい、これが美味しいんですよ。ヒット商品、アサリのエスカルゴ風、熱いうちに食べてみてください。うん、ここのホタテ甘いですから、うん、はい、はい、もうちょっと少し焼いてください。ベビーの踊りですって、あすごいね、ここ動いてるの、ちょっと見にくいかな、ね、踊り食べるの初めてだ。よし、いただきます。かかった、コリッコリしてる、すごっ、こんなに違うんだね、茹でる前と茹でた後って。時期でしか食べれない旬なものになってます。美味しかったです、ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。2日目ということでね、昨日ね、シマエビ、いやすごい美味しかったね、あれね、はい、シマエビね、それが取れる野付湾に観光船で行こうというふうに思ってました。で観光船のね、こうやってね、割引券もね、もらえるんですよね、泊まったお宿で。なんでね、こういったものを活用して、まあ、乗ってこうと思ったんですけど、はい、今日はちょっと天候が悪く、はい、欠航となってしまいましたんで、はい、今日は、一応こうね、まあ、観光船というような案内所に来てます。宇多瀬屋さんからね、歩いて2分ぐらいのところでね、8時半の出港の船に乗る予定でした。まあ、運航したらこんな感じですよっていうのがこの後流れますので、それで見てもらったらなというふうに思います。はい、こちらはですね、観光の船の案内所からすぐ目の前に野付の、まあ、漁業協同組合がやってる地域の物産施設開門というところになってます。昼食です。昼食はね、今日は食事処の白穂さんというところで昼食をとりますね。はい、で昼食のメニュー、なんかエビのね天丼があるっていうところ、鹿島エビですからね。なんでね、そう、そこで食べてみたいと思います。じゃあ。白穂さんに入りました。で今日の頼むのは？ダブル天丼。ダブル天丼ね。やっぱホタテでしょ。すごい気になるシマエビラーメン。頼んでいきます。ダブル天丼。じゃあ早速食べてみましょう。いただきます。うん。あ、サクサク。あ、これもサクサクだね。あ、タレも美味しい。すごくいいよ。これ若干殻ついてるんだね。殻まで
美味しく食べれます、こんなにでかいよ、めちゃめちゃ入ってる。美味しかったね。美味しかったです、ね、ごちそうさまでした。せっかくなんで、ベース界、ジャンボミルク、飲みましょうか。いやー、いいね、うまい、あー、濃いね、飲みやすい。これはね、でもね、ちょっとお腹弱い人はね、気をつけないとダメだこれ、ね、危険です。でもすごい美味しい。東公民館というところね、昨日降りたところだねに今日来てます。で今日乗るのがこの別海行き、これに乗ってきます。昨日これで来たんだよね、3便そうだよね、3便だよね、はい、昨日これで来たんで今日はこれで帰りますと、はい、いうところですね。よいしょに到着しました。で別海で今到着して今15時10分、それで次が15時58分、こちらの便で中標津のバスターミナル目指して走ってきます、はい、なんでまああと、まあ、50分ぐらいか、なんか福原とかあるんで、ね、スーパーあるんでそこ行ってなんか物ないかちょっと探してみます。ヨーグルトと飲むヨーグルト福原で買ってきたんで実際にこれ食べてみたいと思います。でなんかねジョージアもねこれ何のこれ限定同等限定商品みたいなのパッケージっていうのがあったんで買ってみました。はい、じゃあ食べていきますよ。硬い感じのヨーグルト、程よい酸味で甘すぎず食べやすいヨーグルト、ちなみに食べましたらちゃんとスプーンもらえますから。別海の飲むヨーグルト、ミルクの甘さのヨーグルトって感じ、こっちと全然違う。こっちね酸味がすごいあったんですけど、こっちそこまではないかな、はい、いただきましたけど大変なこと気づいた、よく振らなかった、あよく振ってお飲みください。